はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はどれを使おうか、HLX4 で、ドミネーションの方やっていきたいと思います。さて、ナナカさんと出会ったあのステージですね。まあ今回ナナカさんはいらっしゃいませんが、ドミネーションやっていきましょう。さあ、敵さん、OK、ファーストブラッドいただきました。ちょっとこのまんま、まあ味方さんが占拠してくれたから良いと考えたいですが、今回ちょっと敵さん、嫌な感じの敵さんがいるんですよね。どうかな、どうもこんにちは、危ないよ。取る、味方さんが大丈夫、味方さんが何とかカバーしてくれ。これね、実はですね、あの前回の戦いっていうか、あの今動画撮ってなかったんですけど、これの戦いの1個前の戦いでですね、あの敵さんにちょっとあのショットガンでね、あのブレッシーでしたっけ、あのセミオート式のショットガンかな、あれでね、結構いたずらされましてね、いいタイムにあったんですね。それでね、ちょっとガチめの HLX4 で行くんですけど、どうでしょうかね。早速これリスポーン変わってるないかな、リスポーン変わってないけど敵さんが来てるよ。リスポーンが変わったよ。 C 失うなら A を取りましょう。敵さん来ないね。まあこれ取れるならいいんだけど、でも来るやん。 OK、 一応取った。さあ、強化セントリーを出したいので、そこまでつなげていきたいところ。 UAV が出るということは僕のポイントがうまうまですね。イエーイ。さあ、救命士何が来る、ローリングサンダー。さて、ここではローリングサンダー仕事してくれるのか、ちょっと嫌なんか予感がしますけど、いいですね。さあ、これ右側というかね、 目の前から来るような気がするので、ちょっと見ておきましょうか。さあ、どうもこんにちは。敵のタロン、嫌な感じがしますね、これは。さあ、どうだ。こっち1名撃破で、さっきの人どこ行ったんだろうかね。アルファ失うぞ、失いたくないけど、まあどうだろうか。さあ、出していくぞ。ローリングサンダーよ、仕事をしてくれ。まず僕が仕事をしよう。まず僕が仕事をしなきゃダメだわ、これ。選挙いいですね。後ろからはリスポーンしていない。で、 UAV を落としてポイントゲット。お、味方さんが今回は対空してくれる回なのかな。まあ、僕も基本対空するんですけど、さあ来るか、また来るか。いやー、よく来ますね、ここ UAV オンライン。さあ、救援物資オンラインしていきたいところではありますが、 B が危ないような気がするですよね。やっぱ B 光るよね。ちょ、降りて、遅かったー。遅かったなー。もうちょっと早く行ってればね、なんとか敵さんを壊滅できてるかもしんないけど、まあ、強化セントリー出たからいいとしますか。何が来る、ガーディアン、いいですね。固定型のものが、タレットっていうのかな、が2つ出たと。左側におるやん。危ないよ、大丈夫。よし。大体今の通路見てるから、ちょっと B 取りに行きたいですね。敵さんのケルベロス、おっと、待つんじゃよ。やられたね、今の味方さん。待ってください。待ってよー。苦手なんだよね。じっと見られてるところで隠れた後のね、あの対処方法がわからないからね。どうもこんにちは。死ぬのか今の。さあ、80ポイントも取ってるので、今から出すのはちょっとあれかなーって感じがするんですけど、さすがに出さないでいいよね。ブラボー確保開始。おっと、死んだ。一人で取りに行くのは得策ではない、そう考えた私は。さあ、どうだ、後ろから、あそこ。まあ、90ポイントまで行ったから、まあどうだろう。次のラウンド最初の方で、強化セントリーバスーンって出していくのか。
バスーンで出していくのか。大きい拠点占拠。占拠してしよ、占、うん、占拠した後にすぐに死ぬのはバーあるあるですね。ブラボーを失うぞ。失いたくないのでござる。取らせないぞ。取らせ、何しとんの。取らせないぞ。よしよーしよ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 し。ラスキル、まあラウンド最後のラスキルいただいてたぜ。さあさあさあ、ガーディアンと強化セントリーが私にはありますよ。で、あと100ポイントで UV だっけ。なんでちょっとちょっと前の方行きましょうか。さて、ガーディアンをここら辺に置いておこう。よし、おっと、お、いいですね。 UV オンライン、敵さんはまだこっちには来ていない。じゃあ B を取りましょう。いいですね。強化セントリーを置きに行きましょうか。強化セントリーをカターン。よし、落としていくよ。アンター UV を落としての、もう一度 UV も落として、強化セントリーゲット。いいですね。強化セントリー2つゲット。よし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 、強化セントリー祭りが始まるぞ。剣武士何が来る。ガーディアンいらない。強化セントリー、また強化セントリー来ちゃった。これいいんじゃないか、かなりいいぞ。一応ここに置いておくことによって、今の真ん中の通路からしか来れなくなるから、ここら辺を守っておけばいい感じなんでしょうけど。おっと、ごめんなさい、ミカツさん。ブラスター。さてさて、こっち側に、いやー、置く必要ないかな。いや、にしてもあの強化セントリー2つは結構長生きしますな。対空できないの、対空できないわな。真ん中から来ないとダメだけど、味方さんがやってくれたね。やってくれたね。よし、何してくれるんじゃい。なるほどね、そこスナイパーのポジションですもんな。なるほどなるほど、だからあそこ、そこいたわけね。っていうか、僕の強化セントリー2つとも壊された。ちょっと待って、強化セントリー2つとも壊された。あ、これ味方さんのか。来るか、来てるね。上に行ってるのが見えるぜ。よーい、さて救援物資をもう一回オンラインしていきましょうか。ここら辺置いとけば結構安全だよね。強化セントリーが守ってくれるから安全なんですよね。UAV はいらない。ガーディアン、まあいいでしょう。ガーディアンいいでしょう。ガーディアンはここら辺に置いておく。ここら辺に置いておきましょう。いったね。よし、うん、右側に来てるな。でもガーディアン置いてるし、一応大丈夫だと思うんだが、どうだ。あーと140ポイントで強化センチュリーが、あー、やってしまった。ん、待って、今痛ねえてきた。お、戻ってくるんかい。おっとおっと、ここでここに来て B を取られるというのか。 UAV 落としていく。敵の強化セントリーですか。あ、敵の強化セントリーですね。ちょっとあの強化セントリー、待って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 ね、待ってね、あなたでしょ、あなた。お、いいよ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 、そのまんま、よーし、破壊。いいんじゃないですか。強化セントリー一回設置して、もう一回動かすぞーって、動かそうと、うん、動かそうというか、もう一度設置し直すぞって時にね、殺されるとね、壊れるもんね。あれはね、まあ、まあ、あるあるって言ったらあるあるなんですよね。そのガーディアンもね、ガーディアンもなんだけど、ああいうのをね、どっかここに置こうと思って置いて、いや、こっちの方に置こうと思って移動する最中に壊される、壊されるっていうか、殺されると同時にガーディアンも壊れる。こんな辛いことがあってたまるか。おーい、これも辛いぞ。ね、ガーディアンと強化セントリーが途中で壊されるっていうのと、今のね、そのグラビティスパイクのね、発売じゃねえよ、発売されてねえよ。グラビティスパイクね、もうちょっと発動が早くなればいいんだけど。さあ、200対158ということで、まあいい感じの勝利なんじゃないでしょうか。強化セントリーがいっぱい出ましたな、今回は。救援物資でも出たもんね、3回出したのかな。いやー、面白かった、強化セントリー祭り。前もこんなのなかったっけ。前も強化セントリー祭りあったような気がするな。
ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。